ベニボタルは、甲虫目ホタル状かベニボタル化に分類される甲虫、ライヒャスタマス・マデストゥースの和名。ベニボタルかライシデイのカブトムシの総称として使われることも多い。和名に、ホタルとある通り、ホタルと禁煙ではあるが、発酵はしない。形はややホタルに似ており、柔らかな体のカブトムシである。成虫の体は細長くて腹肺に平たく。 和名の通り全種が赤い種類が多い。また、触角が大きく発達しており、種類やオスメスによって串状やノコギリ状になる。主に林の中に住み、昼に活動する。羽が赤いので、見かけた時はよく目立つ。多くの種類があるが、小型の昆虫なので同定が、やや難しい。幼虫も、おおよそホタルのそれに似ている。動きは遅い。 大抵は口気等で見つかるが、食物の咀嚼にも、動物の捕食にも役に立ちそうにない脆弱な後期、根元まで裂けて2本ずつに分かれた特殊な大顎など、非常に得意な食性を暗示させる形態を持つものの、食性はよくわかっていない。年菌の変形体を食べるらしいとの観察例が、いくつか報告されている。増補改定版。 世界の昆虫学研 ISBN978 から40億5 2 0百3万1373赤ヘリカワリベニボタルという種の写真が掲載されている。ありがとうございます。